えー、劉木さんこんばんは、25歳男です。18歳で高校卒業後、自動車関係の工場に勤めた7年目です。数年前から興味があった警察官になりたいです。今、過去問集や YouTube などで勉強してます。警察官になれたように勉強トレーニングに関してアドバイスをお願いします。えー、警察官って、資格とか、えー、あんま関係ないんじゃないで、確か、あの、な、な、確か、あの、 もともと資格、その大卒じゃない系だと、警察官になれる年齢決まってると思うんですよね。で、もしそこが、7、なんか8年とか、だから26とか確かなんか限界あった気がするんですよ。要は、あの、体力採用なんで、若くないと取れないみたいな。で、そうじゃないとすると、中途採用なんですけど、その年齢制限ね。で、中途採用だと、大卒だったりとか、IT 系の知識とあったりするので、あの、ホームページ書いてありますよ東京だったら、あの、警視庁の,あの中途採用の募集のページとかにあれば。 30までだっけ ?30 は大卒だった気がするんですよね。なので、あの中途採用のページ見てで、それで必要な資格がこれだとか、IT 系だって思うんだったら、IT 系取るとかっていうので、その自分が取りやすいもので取ればいいんじゃないかな。警察学校はもう25だと入れないんじゃないかな。